三号艇坪井康春選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今節、えー、ですね二日目のドリーム戦から五連勝での輸出となりました。もうエンジンについては文句なしの仕上がりになってますか。そうですね。特別、うん、どこがっていうのはないんですけど、バランス取れてね全体的に、うん、いいと思います。うん、まあ今節モーターとしては二連対立ナンバーワンのモーターになってますが、まあそのような動きも見られますかね。そうですね。はい。 もうでは明日は現状維持の調整になりそうですか、うんあのー、気温とか、ね、湿度とかそういうのを考えながらペラ調整で、はい、今日、準優勝戦でも特に気になるところはありませんでしたん若干、流れるかなと思ってそこだけですかね、1マーク握りすぎると、うん、では明日は乗ってみながらその部分を少しずつ調整ということですか。そうですねはい またスタートについて準優勝戦は、えー、コンマ13のスタートでした、こちらいかかがでしたか、うん、もう、あのー、置いてきましたね、スタートは。はいえーまあ、ある程度、寒どりといえば寒どりそうですね、まく、あ、られないぐらいのスタートにしようと思って、はいまあ明日は3号艇という枠になりましたが、まあ、そうなるとスタートも全速で、そうですね、気持ちよくいきたいと思います。はいはい、コースにについいててはどのように考えていますか あの三コースからいきたいと思います。はい、それでは、明日の優勝戦向けて一言お願いします。えー、チャンスはあると思うんで、最後まで精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。